今回の予算もすなわち新型コロナウイルス感染症への対策、原油価格物価高騰等への対策、そして、の創出です静岡市が発表した9月補正予算案は、一般会計が95億6203万円、特別会計が21億7642万円で、 総額で117億3845万円となりました一般会計の規模は前の年度と比べておよそ18億5000万円多く9月補正としては政令指定都市移行後最大ですこのうち新型コロナ対策が44億3830万円でワクチンの接種費用や入院患者への医療助成費などが盛り込まれています また原油価格、物価高騰対策として19億7703万円が計上され電気料金や燃料費の高騰の影響を受ける事業者への支援などに充てられます。